始まったかな？始まりましたね。こんばんは。ありがとうございます。では、皆さん、本日は配信を見に来てくださり、ありがとうございます。私たちは、ハスの空女学院、スクールアイドルクラブです。よろしくお願いします。はい、ハスの空女学院1年、日野下佳穂です。今日もよろしくね。よろしくお願いします。ハスの空女学院2年の乙女小杖と申します。本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、同じくハスの空女学院スクールアイドルクラブ1年の村野さやかです。皆さん、何卒よろしくお願いします。何卒よろしくね。はーい、2年の夕霧つづりだよ。よろしく。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ハスの空女学院1年の大沢ねりなだよ。みんな今日もよろ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 。ありがとう。はい、全国5000万人のメグトーさん、バンメグー。バンメグまめぐみです。今日もよろしくね。よろしくよろしくお願いします。みんないっぱいコメントを早速ありがとうね。ありがとう。ありがとうございます。よろたんよろたんよろたんパチパチごまだ。あ、すごい。みんな可愛いって。よろしくね。冬服での6人を見るのもいいねとか言ってました。あ、確かにね。じゃんじゃん。そう、そういえば冬服です。そうなんだ。ハスの空ちょっと早いよね、冬服。そうよね。暑いよ、まだ。そういえば、今日、ホワイトボード。ホワイトボード。カホが書いてくれた。そうなんです。今日は私が書きましたよ。じゃーん。すごい。フラワーな感じだね。そうなんです。お花いっぱい描きました。かわいい。かわいい。カラフル。かわいい。ありがとう。フラワー。ありがとう。いえいえ。フラワー。ありがとうね。ということで、もうすぐ9月のフェスライブが開催されるということで、いつもならフェスライブに向けての意気込みを語るところなんだけども、今日は先に宿題の発表しちゃうよ。宿題、古文の宿題のことかしら。違うよ。古文の宿題出てるんですか。学校の宿題じゃなくて、めぐちゃん先生が出した宿題。今月の初めに言ったでしょ、メンバーカラーの名前を考えてくるようにって。やってきた、ちゃんと。うん。覚えているわ。少しからかっただけよ。なんだなんだなんだ。びっくりした。みんなも考えてきたわよね。うまい。うん、よしよし、ちゃんとやってきたね。うん。それじゃあ早速発表しようかな。うん、最初は個性から。うん、個性のメンバーカラーはもともと緑色だったよね。どんなお色のお名前にするんですか。そうね、私はマーメイドグリーンにしようと思うわ。マーメイドグリーン。なんで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 。そうね、私は幼い頃から両親に私の歌声は水の流れる音に似ていると言われて育ったのね。素敵。そのおかげか、こう水を連想するとね、こう人魚を意識するようになってしまって、私自身こうマーメイドが大好きでね。だからこうマーメイドのように素敵な歌声を目指すという意味を込めて、こうマーメイドグリーンといたしました。素敵です。似合ってる。素敵な歌声ですよね。ありがとうございます。みんなが素敵って言ってる。早速マメグリって言われてた。マメグリ。素晴らしいと。ありがとうございます。最高だって。すごいですね。やばい、マメグリが増えちゃった。マメグリ。これか
からはマーメイドグリーンをよろしくお願いいたします。お願いします。お願いしますよし、それじゃあ次はカホちゃん。はい、うん、カホちゃんはもともと濃いめの黄色だったよね、うん、はい、だけど、うん、今日からはお日様色にしようと思います。イエーイ、めっちゃこちゃいいね、うん、なんでなんでなんで。これはあのスクールアイドルクラブのみんなが、うん、カホちゃんは太陽みたいだよ、うん、見てると元気になれるよって言ってくれたのがすごく嬉しくて、うん、あと、あの、私が花咲きたいって言ってるのに、みんながね、あの、私の雨と風と太陽になってくれたけど、あの、私もね、みんなの笑顔を花咲かせたいって思ってるから、私自身がみんなの太陽になりたいなっていう意味を込めて、お日様色にしました。フラワーカホちゃんらしいです。本当ありがとう。素敵よカホちゃんらしいって。あ、本当ありがとう。かわいいよね、お日様色。本当ですか、ね、ありがとうございます。さあ、これからはお日様色をよろしくね。あ、よろしくね。それじゃあ次はさやかちゃん行こうかな。あ、はい、ちゃんと私も考えてきましたね。あ、さやかちゃんはもともと青系のお色でしたよね。そうです、うん、ですけど、うん、今日からは表情色で皆さんよろしくお願いします。表情色、表情色、響きがかっけえね。どうやって書くの？漢字？漢字です。漢字、表は氷、氷、情は青、青、そして最後に色をつけて表情色となっています。すごい、めっちゃ持ってる。かっこいいね。それです、それです、それです。みんなすごい。青です、うん、その、まあ、理由としては、うん、まあ、私自身やっぱりフィギュアスケートへの気持ちもちゃんとこうありますので、うんうん、はい、そちらの色も、あ、その関連する言葉で、うんうん、氷を色に入れたいなと思ったんです。素敵、かっこいい、かっこいい。ありがとうございます。だし、それでももちろんいいんですけど、うん、あの青は火や炎って皆さんなんか赤だったりオレンジのイメージが強いと思うんですけど、実はもっとあの温度が高くなると青色に変化するんですよ。なので皆さんの気持ちも、そしてこのスクールアイドルクラブももっと強く高くなっていきたいなと思って青も入れました。すごい、すごい。あとはやっぱりこうつづり先輩、すずり先輩からいただいた、うんうん、水色のきらめきという言葉も大事にしたいので、きらめき、はい、そういう思いも込めています。うん、ありがとうございます。ぴったり。そうです、皆さんその感じでよろしくお願いします。合ってます。はい、ではこれからは表情色をよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。それじゃあ次はつづり。おお、僕もちゃんと宿題やってきたよ。つづりはもともと赤色だよね、うん、どんな名前にすんの？ね、うんうん、僕はね、僕の赤。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 なんでなんでって言うまでもないか。気になりますよね。そうね、うん、やっぱり僕の赤だから僕の赤だよ。確かに。え、一人で考えたの？うん、さやに相談したんだ。ね、相談しました。あれ、あれ、さやに僕の赤って聞いたら、そうですよって言われたから僕の赤。うん、あれってそういう意味だったんですか？うん、私はてっきりさやの許可もらった。あ、よかったですね。でもすごいね、つづりらしくて素敵。素敵、うんうん、ありがとう。つづりんワールド展開。でも覚えやすいですよね。うん、覚えやすい。さすさやだって。さすさや。じゃあ僕の赤、これからよろしく。よろしくお願いします。うん、じゃあ次はルリちゃん。お、はいはい、聞いて聞いて。うん、聞く聞く。でもルリちゃんはピンクからどんなお名前にするんですか？それはですね、
ルリはね、うん、ルリピンク。おー、すごい。ルリってね、うんうん、まずルリ色っていうのがあるんだけど、うん、それはちょっと青っぽい色なの。うん、そうなんだけど、うん、色と色を合わせたネーミングセンスはいい名前になるんじゃないかなって思って、ルリピンクにして、なんとめぐちゃんから許可をもらいました。あ、気にしました。そうなの。 あとね、さやかちゃんはね、うん、さっきすっごい素敵なことを言ってくれてね、何、うん、なんか、うん、ルリピンクっていう話をしてたら、確かにルリノさんはあの空をビューンって飛んできたから、うん、だからなんかそれでハスの空に来たから、うん、ルリピンクって名前はいいですねみたいなことを言われた。そう、私の解釈ですけどね。そう、確かに。そうだから、うん、気に入っております。あー、うん、いいね、うん、それでいく、うんうんうん、ということでみんなルリピンクよろしくね。よろしく。それじゃあ最後メグちゃん。メグちゃんはホワイトだったよね。ホワイトですよ、ルリちゃん。ホワイトの私は昨日までの私、今日から私はエンジェルホワイトだよ。メグちゃんはやっぱり天使のような心と美貌をお持ちですから、みんなのね、天使としてエンジェルホワイトで行きたいと思います。かわいい。お似合いです。ママでしょ。はい、天使、天使めぐちゃん、天使様だったの。天使でしょ、ね、天使だよね。天使、天使だから、さんが天使ということで。いやいやいや、私、私、私、あれ、これ、あれ、めぐちゃんかわいい。めぐちゃんかわいい。めぐちゃんかわいい。じゃあいいや。めぐちゃん天使。やったね、天使だねって、ありがとう。じゃあみんなエンジェルホワイトをよろみく。よろしくお願いします。よろみく。よろみく。うんうんうん。これで全員分発表し終えたわね。できた、はい、みんな素敵な名前だと思うわ。ありがとうございます。なんだか一人一人こう持ってる個性と言いますか、うん、違いますね。確かに、そうだね、はい、みんな覚えてね、ちゃんとね。覚えてね。嬉しいな。うんうん、フェスライブでいっぱい振ってほしいね。そうだね。そうだね。ブンブン、覚えてくださってる。よろしくお願いします。覚えたよ、だってありがとう。私はすごい、みんな言ってくれてる。嬉しい。嬉しい。ね、僕の顔覚えやすいよね、やっぱり。確かに。ありがとう。かわいい。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは次にフェスライブに向けての私たちの意気込みを聞いていただければと思うのだけれど、うんうんうん、みんなどうかしら。はい、私はやっぱりもうずっと変わらず見てくれるみんなのことを夢中にするっていう目標です。完璧だ。エンジェルホワイトも振ってね。はいはいはい、私もそれで言ったら、せっかくメンバーカラーも決まったということなので、早速ね、みんなのお日様になれるように最高のステージを披露するから、みんな絶対見てね。お日様色振ってね。フラワーだって。フラワー見るよ。ありがとう。絶対来てよ。この間の徳光会館でやったライブは、なんかミラクラパークのことをみんながたくさん支えてくれて、ルリたちすごく、ルリたちすごく楽しかったけど、今回のフェスライブはこの4人のことも支えられるように6人で楽しいライブがしたいなーって。一緒に支えちゃうよ。4、4、私も支えますね。一緒に頑張ろうよ。そうだ、僕やっぱりこの6人でドリームビリーバーズ披露できるの嬉しい。ずっと言ってるよね、楽しみだし。みんなでいっぱい頑張ってるから楽しみにしててね。楽しみ。いいですね、盛りだくさんなんですよね、本当に。そう、本当にたくさんあるね。お、あの新曲もあるじゃないですか。あ、そうなの。
あの今本当にあの練習をしてるんですけど、あの皆さん楽しみに待っていてくださると嬉しいです。お願いします。初お披露目もあるよ。そうですよ、ワクワク披露でございます。はい。あ、部長としてはどうなの？小田先輩、新曲があるということは、新衣装も作らせていただきました。さやかさんと一緒に作って、まあ、めぐみはね、アクセサリーを担当してくれて、ルリちゃんもお手伝いしたもんね。ルリも一緒にやって、すごい楽しかったの。とっても可愛いんですよね。そうよね、みんな似合ってた。もちろん、つづり先輩も似合ってましたよ。お披露目するの楽しみですね。ね、こだわりポイントとかないの？今回はね、ミラクルパークが伝統曲を披露するということで、ね、まあ、その衣装に合わせてユニットごとにアレンジの方法、デザインは違うのだけれど、こう一つの部分が実は一緒という ね、はい、実は見ていただけると分かるんですが、楽しみにしていてください。注目してください。まだですね。あとは、ヘアスタイル頑張ります。頑張って頑張ります。楽しみ楽しみだな。でもね、楽しみがいっぱいだね。頑張ろう。頑張りましょう。私たち6人、今できる最高のパフォーマンスを皆さんにお届けいたします。フェスライブ本番は明日9月28日の夜8時から。場所は音楽堂で行われますので、ぜひ見に来てくださいね。よろしくお願いします。待ってるよ。お願いします。それでは本日の配信は一旦ここまでとなります。この後はね、ウィズミーツアフターもあるよ。よろしくお願いします。ついに明日だね。それすごいドキドキしてる。頑張ろう頑張ろう頑張ろう。それでは皆さん、また次の配信まで、またね。ありがとうございます。バイバーイ。切りますね。ありがとう。お願いします。それでは皆さん、ウィズミーツアフターに来てくださる方は、この後一緒に楽しみましょう。そして明日のフェスライブも一緒に楽しんでいきましょう。ありがとうございました。ありがとう。またね。バイバイ。ポチッ。